ロージーステーション始まるよ。皆様こんにちは、ロージーステーションです。いつもご視聴いただきありがとうございます。私は今豊橋駅西口広場に来ております。名古屋の新幹線側対向口に雰囲気が似てますね。こちらもなんかいろんなお店がありそうな感じがします。ところで今回はここからその名古屋駅に移動したいと思うんですが、なんせちょっと金欠気味、新幹線の中ではとても移動できないので JR 在来線か名鉄線を使って移動します。なんかちょっとでも安く移動できる切符ないかな。豊橋名古屋往復切符だとかカルテット切符はあるんだけど、往復だとか4枚綴りだとかそんなもの必要ないしなっていう時に、ちょっとした工夫で少しでも安く移動できる方法を思いついたので、今からそれをやってみようと思います。名付けて一手間加えましょう移動。使う路線は JR。 ここ豊橋から名古屋までの普通運賃料金を確認します。名古屋までの普通運賃は1340円。この金額皆様覚えておいてください。それでは券売機でとある金額の切符を購入したので、それで入場します。やってきた車両は JR 東海でおなじみの313系電車大垣行き快速、これに乗車していきたいと思います。特に急ぐ必要もなく時間が気にならないのであれば普通電車でも全然 OK です。列車は豊橋駅を出発、奥の方には飯田線ですね。そして手前側、名鉄のホームにはたくさんの人がいます。大人気ですね。JR 東海ご利用いただきましてありがとうございます。快速大垣行きです。さすが快速列車、駅を出発するとね、ちょっとするともうすぐこんな走りになります。豊川を渡った後、こちらは豊川放水路。この放水路のおかげでこの地域の水害はなくなったんですよね。列車は最初の通過駅、西小坂井駅を通過。右手には東海道新幹線、ドクターイエローだったら最高のアングルだったんだけどな。西小坂井を通過した後、愛知水戸三河大塚三河宮と通過します。列車最初の停車駅、蒲郡駅に到着です。こちらは交代駅、快速だとか新快速は結構この駅通過する列車が多いのですが、この車両は止まりました。そしてそろそろとある駅に到着。とある駅って岡崎やねんって話ですよね。この駅が今回の主役。ここでちょっとひと手間加えましょう。なんやねんそのひと手間って話だと思うんですが、そう、そのひと手間とはこの駅で下車することです。なぜわざわざここで一旦下車するのかということなんですが、もうお分かりかとは思いますが、このひと手間を加えることで豊橋名古屋間の移動が、通常料金よりも安く、最後にはご褒美となって帰ってくるからです。そんなもんタイムイズマネーだろうって言われちゃうとね、ちょっと辛いんですが、そこはちょっと抜きにしてください。この岡崎駅で下車したのは人生初じゃないかな。初めて来る駅です。豊橋で買った切符がこちらです。岡崎までの590円、それを使って一旦下車します。
さて目的地は名古屋駅なので料金表を眺めてみると、何？630円だと？ちょっと料金おかしくね？これは何かの間違いではないんだろうか？いや、間違いではありませんよ。書いてあるでしょ？そんなのを見ればわかるじゃん。なんか空耳ですかね。どっからかそんな声が聞こえてきたんですが、これは試してみるしかないということで、実際に630円の切符を買って入場します。やってきた車両はおそらく新快速だったと思います。ちょっと記憶になくてすいません。早速車両に乗車。車内はね、満員御礼で座るとこ、なくて立ち席です。なぜ岡崎駅で下車したのかっていう疑問が次に出てくると思うんですが、なんなら別に岡崎駅じゃなくても、ね、高田駅でもよかったし、この先の刈谷駅だとか安城駅だって同じことですよね。料金形態のことは自分は素人で全然詳しくないので、この企画を考えた時に単純にそう疑問に思いました。その疑問もね、一覧表に最後まとめたものがありますので、ぜひこの動画最後まで見ていってください。名古屋駅、いつもの光景になってきました。もうすぐ名古屋に到着です。ドキドキ。大丈夫かな、本当に630円なのかな、なんてこと思いながら無事通過。そんなの当たり前じゃないですか。岡崎駅で料金表に書いてあったでしょ。あれ、なんかまた空耳でしょうかね。ということで最後のまとめです。今回は岡崎駅で下車しましたが、他の駅で下車するとどうなるのかをまとめてみました。こちらになります。ちょっと文字ばかりで申し訳ありません。今映っているのが豊橋岡崎間にある駅で下車した場合、そしてこちらが岡崎名古屋間の快速などが止まる主要駅で下車した場合の料金、標準料金に対しての損益表です。こうして並べてみると、岡崎で下車するのが一番の節約ですね。節約した120円にちょっとだけ課金して、夏にぴったり麦茶を購入しました。番外編です。調べているうちに、他の疑問が湧いてきたのでまとめてみました。こちらの表は豊橋から岡崎間にある各駅から乗車し、岡崎で1回下車して名古屋まで行くとどうなるのか。こちらは岡崎から乗車し、快速などが止まる主要駅で一旦下車してから名古屋に向かうとどうなるのか。共に直通で買う切符に対しての損益表になります。最後に名鉄を使って豊橋から名古屋へ移動した場合、JR の直料金の方が70円損、JR 岡崎駅を一旦下車した場合は50円の得。料金調査は Yahoo スマホアプリ乗り換え案内でのものです。最後までご視聴いただきありがとうございました。